い、ラジオネームこのはもさんからの質問です。ありがとうございます。しじみの味噌汁のしじみの実を食べるのはありですか？私は食べるのですが、時々あれは出汁を取るためのものなのでわざわざ食べる必要はないという人がいます。でもそれならしじみをお椀に入れなければいいと思います。お椀の中に入っているのであれば食べてもいいはずです。お二人はどう思いますか？日本の食卓ではおなじみのしじみの味噌汁、しじみの中身を食べない文化があると聞いて上田さんは早速固まってるけど、大丈夫かな？ここから壮絶なしじみ論争が始まるよ。最後には後日談もあるから、よかったら最後まで見ていってね。では早速聞いていこう。カルチャーショックを受けてる。いや、ほんとよ。え？食べるのはありですか？いい？いいよ。せーの、あり。え、嘘、もう食べる、食べるものでしょ？いや、発想がないよ。いや、ほんとよ。え、あのさ、まあ、ちっちゃいさ、あのしじみをこうお箸でこうチュンチュンってして、ピュンって食べて、じゃちょっとお椀の蓋のとこにピャっても、それがマナー的にどうなんか分からへんけど、そういう風な食事をしていた。私も。え、マジ？出汁取るためだけなの？嘘や。そんなセレブリティな人たちばかりじゃないんです。しじみで栄養を取るような民族もいるのです。お出汁にもね、その栄養は溢れているとは思うけれど、美味しいけど、確かにお汁だけでも。でも、身は食べたいよ。え、じゃなきゃ、大量にあんな入ってないやろ。確かに、みんなザーンザーンって感じやん。大量のしじみが下に沈んでるやん。わかる。それは食べていいから沈んでいるのではないのか？いや、そうよ、うん。あれは食べていいでしょ。え、嘘、社会人は食べないの？いや、食べますよね。食べますよね。みんなうなずいてる。でもわかんない。超高級セレブリティな料亭とか行ったら、おやおや、高柳様みたいな、それは食べるものではございませんのよみたいな、あの、セレブの集まりがもしかしたら、あるのかもしれない。マジ？超高級料理店は。怖い。わからん。いや、ちょっとマジでびっくりした。これはカルチャーショックですね。え、ちょっと私帰ったら調べよう。ネットで、マナー、しじみ、味噌汁。いや、マジ衝撃やわ。いやだ、マジか。食べてこう。大丈夫だよ。食べていいよ。食堂とかでは食べる。わかんない。超高級料理店はもしかしたらあれなんかもしれんけど、食堂とか、そうだね、定食屋とかは全然食べていいよ。みんな食べてるよ。私の周りはみんな食べてる。大丈夫。このハモさん、これからも食べていきましょう。食べていきましょう。ラジオネームお腹ポンポコさんからいただきました。ありがとうございます。以前のラジオでしじみ食べる食べない論争が勃発しておりましたが、はい、太宰治さんの水仙という作品にて、もともと貴族だった静子夫人という人が、主人公がしじみの中身を食べるのを見て軽蔑するという描写がありました。なんだと、やっぱセレブリティだったんだろう。なのでおそらく昔から高貴な家柄の方は食べないのではないかと思います。なるほど。ただ僕はそこまで高貴に生きるつもりがないので食べていこうと思います。いいと思います。ね、あ、そうなんや。でも分かりやすい描写よね。あるんだね、こういう描写が。太宰治さんが書くぐらいにはあるんだってこと。しじみ論争の後さ、調べたじゃん。調べた。調べた結果、好きにせえみたいな。そういうマナーはないけど、みたいな。食べたきゃ食べろ、食べたくなきゃ食うな、みたいな、サイトしか出てこなかったけど、逆に言うと、どの世代にも気にしてる人は気にしてるしっていう。やっぱりその文学的にもこう、なんか一般人と貴族の分かりやすい描写がこういうことなんやね。ね。貴族は食べないんだみたいな、それが一般人の差なんだみたいなのが、この自分の身近なところでこういう表現のされ方されるから、その重みを感じるのかもしれない。なるほどね。すごいな。よう知ってましたね。読んでたのかな、たまたま。博識だな。すごい。ありがとうございます。しじみについて議論する二人の話、どうだったかな？二人の秀逸なコメントが面白くてつい聞き入ってしまったよね。どんな話題に対してもそうだけど、上田さんって話を盛り上げるのが本当に上手だと思う。それに高柳さんはよく笑ってくれる方だから、話していて気持ち良いと思うな。これからも二人のことを応援しているよ。このチャンネルでは馬娘の声優さんが出演してるラジオ番組を切り抜いて動画化しているよ。少しでもいいねと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。